しいし実家も遠いので、こう全て自分でやらなければいけなくって、子供がお迎えに行ってご飯を食べさせて洗濯掃除もして片付けもして子供もお風呂入れて寝かしつけまで、でもほぼ力果ててしまうんですけど、そこからまた起きてお皿洗ったりとか自分の仕事をしたりするのが毎日なんかすごく辛くって、なんで私はこんなにやらなきゃいけないことが多いんだろうって思いながら日々生活してましたね。ハンバーグは丸めると手がベタベタしてしまって大変なので、こんな風にフライパンの中で押し広げて後から切れば楽に作ることができます。ここで食べやすいぐらいにも切ってしまってから裏返してください。小さな子供がいるとすぐにママって呼ばれてしまうので、なかなかハンバーグを丸めるのが大変なんですが、こうやって手を汚さずに作ることができるとハンバーグも気軽に作ることができますね。やっぱりもう一人でできる限界があると思い始めて、もう誰かに助けを求めるしかないなと思い始めたんですけど、まあ夫にはもちろんそうなんですが、便利な例えば食洗機だったりとか洗濯機も乾燥機能がついているものに変えたりだとか、ちょっとそういう家電でも自分の負担が減りそうなものはなるべく購入するようにしたりだとか、ちょっとシッターさんにもお願いして子どものお迎えだったりお風呂とかご飯のお世話してもらったりとか、そういうことでちょっと自分の負担を減らす方向で、毎日 120% 使ってた体力を 90% ぐらいにすることでだいぶ気持ちも体も楽になってきて、辛いなっていう気持ちが減った気がしますね。やっぱり働いて子供を育てている方っていうのは本当に時間がなくって、私も座ってぼっとしてられる時間がほぼない毎日を過ごしてるんですけど、やっぱりその中で頑張ろう頑張ろうと思ってるとどうしても力尽きてしまうので、ちょっと失敗したりダメな部分があってもお母さんはいいんじゃないのかなと思っていて、子供もちょっとお母さんのそういうところを見てまた成長するところもあると思うし、辛いところまでは頑張らないで自分のできる範囲でみんなが楽しく過ごせたらいいのかなって思ってます。